はいどうもこんにちは、これです。今回はダイヤイデアルパーティー使っていきましょう。どうやら今ね、烈海の化身を遊戯ファスカよりも楽に攻略できると言わせたので使っていこうと思います。ダイヤに光シェリングですね、そしてカンナに、こちらガスロ装備、そしてミッキーフレンズにアンナ装備、こちらポロネに火のシェリングホールでスキブプラスギミック耐性、アテンにマリエル装備ですね、バインド耐性装備とでプラススキブで、フレンドがイデアルのチェーン6のシェリング継承ですね。まあ、思いっきりあの某攻略サイトゲームウィービービービーみたいなところから持ってきたんで、あのリンク普通に概要欄に貼っておきます。はい、まあ、実際に使っていきましょう。まずはポロネ使ってあげて、ダイヤ使ってあげて、適当にコンボしていくだけですね。ちょっと今日パズルの調子今見た感じ悪いから不安なんだけど、まあ6号だから大丈夫っしょっていう理論でいこうと思います。はい、まずは普通に倒していく。続きまして2階層引き続き倒していきましょう。正味序盤はねもうコンボしていくだけなんでめっちゃ簡単、ひたすらコンボしていくだけ。うんうんうん、なるほどね。わけだな、コンボからの10コンボ、これで倒していきます。もうずーっとコンボするだけなんですげー簡単っす。なおかつ火力めっちゃ高くないですか、10コンボ組んであげると。やっぱりダイヤパーティーって、そうダイヤ自体がねはっきり言ってめっちゃ強いからね、烈海の化身でもぶっ刺さるんだよね、ガチやばい、マジ事件、事件は言い過ぎ。はぁ、ねえ打ち逃したんだけど、タイミング逃した、最悪。まあいいや、4回走。あ、オッケー。じゃあここ普通にこれで倒していきましょう。ここ別にねガドブレしてあげたら簡単に倒せるんで、はい、まあ、本当はミッキーフレンズ打つべきでしたね先に。まず一旦これでこんな感じで削ってあげてからのマリエルですね、アテン継承のマリエル使ってあげて4色消しすれば OK です。はい、はいはいはいよ、マリエル使ってあげて4色消して OK、 こんな感じですね。これで突破していきます。はい、まあ、このね、固定5万ダメージで落とせます。まあ、もしくはガドベレ組んでも倒せます。はい、これで OK。で、続きまして5階層。で、ここはね、もう適当に3ターン耐久です。はい。まあ、こんな感じで耐久してあげてもらえれば OK ですが、まあ、意外とね、こいつ火力高いんですよ。そう、10万なんで。なので、しっかりと全力コンボしながら耐久で OK です。で、まあ、倒しちゃったら別に次の階層でもう1回耐久できるんで、次の階層で耐久すれば OK です。はい、こんな感じで組んでいきましょう。はい、じゃあ耐久終わりですね。マリエルの 30% 回復あるんで比較的楽に耐久はできます。で、まあ耐久終わったら普通に全6コンボで突破していってください。8コンボナイス。次ってなんだっけな、毒目覚めとなんかなんだよな、ちょっとあんま覚えてないですけど、6回そう誰だっけ、あーそうですね、この子の場合ははい、カンナに継承してるガソロ装備打ってあげてください。で、まあ突破していきます。オッケー、こんな感じかな。しっかりと回復しながら突破していきましょう。11コンボ。ナイス、軽く。まあ、しかもこのパーティーね、HP15 万で軽減あるって普通に考えておかしいからね。耐久力。はい。で、7階層。この子防御力10万あるんでね。あ、10億。10億あるんで注意してください。まあ、ただ、アテンの火力で倒せるんで、そんな難しくない突破したよ。普通にこんな感じで10コンボ組んであげれば OK です。はい。8コンボ場面で組んであげて、2コンボ重ねて10コンボ。これでアテンの火力がぶっぱできるんで突破できます。あ、そもそも大、え、あ、めちゃめちゃ、あれ?8 階層。めちゃめちゃいくやん。めちゃめちゃいくやん。で、ここも8コンボ必要ですね。盤面見てもらって8コンボない場合は、まあ、アテン使ってあげてもいいと思います。今回盤面8コンボあるんで、しっかり突破していきましょう。OK、こんな感じで8コンボ組んであげて、2コンボ重ねて、これで突破していきます。8コンボ、9コンボ、10コンボ、ナイス。OK ですね。はい。で、続きまして、9階層。てか、快適すぎない?このパーティー、マジで。最強か?はい。で、ここも普通に突破していきます。指減らされるんで、まあ注意ですけど。まあ指ギミックはそんなに痛くないんで、このパーティーの場合は。ね、単純にさ、やっぱ、6号盤面のキャラってね、指減らされたところでパズル簡単だからね、めちゃめちゃ。賞味どうにでもなる。OK、これで突破。続きまして、10階層。濃姫ちゃんマジ可愛い、最高、ありがとうございます。
濃姫が一番好きです。パズドラで好きなキャラランキング第1位濃姫だわ。76パーティー使ってる時のパズドラの嫌いなキャラランキング第1位濃姫だわこれ確定湧きらしいからね、ここ濃姫以外湧かないらしいんで、もうどうしようもできないですね。これは65優遇76帰れみたいな。そうで、ここダイヤ打ちましょう。まあそのおかげでね、遊戯ファスカよりもこっちの方が使いやすいんじゃないかってことになってるからね。正直操作負荷耐性10ターンもつけられたらうぜえしな。だってせっかく76使ってんのに。だし76ってさ、盤面でコンボ組んでっからさ、コンボ加算あんまないんだよね。だから結構しんどいんだよね、66盤面っていうのも。またまあ十分でかいんだけどね、それでも。はい、で続きまして12階層、ここはガードブレイク発動必須ですね。絶対ガードブレイク発動させましょう。オッケー、こんな感じガドブレしっかりと発動させてガドブレで突破していきます。まあ一応11コンボ12コンボで、はい、これで倒していきます。オッケー。で続きまして13階層、はい、ここら辺からあんま誰が誰か分かってないんでノリでいきましょう。ここで盤面戻る気がする、確か。ガガガガガ、残念、ひとときの夢だったね。オッケー、こんな感じでまあひたすら全力コンボしていきます。これワンチャン倒せんやかな、無理かな、さすがに。さすがに無理か。ナイス倒しきれるんだ、すげえ。75盾も軽々抜くんだね。あ、リダチェンだ、やだ。ダイヤアテンの6号バージョン。ただただ弱いだけじゃん、それ。ただただ弱いやつやん。せっかくのあれが、ただただ弱くなっちゃった。でも倒せる。でも倒せる。え、15階層。でも倒せるが一番事件だよな。これちょっと追い打ちないんで少しめんどくさいですね。いきますね。指足りてっかな。あ、足りてないか。5秒でしたね。ちょっとパズルミスっちゃいました。逆に根性までいったらどうなるか知りたいんで一回根性まで削ってみようか。お、いい調整、神調整か。普通に逆に弱いからこそいい調整。うん、じゃあここアテンを打とうかな。いや、いいや、盤面整理。はい、OK、 こんな感じで組んであげて、あれ、あー、5色消えてない。まあいいや、とりあえずこれでアテン帰ってくるんで、はい、お帰り。じゃあこれで突破していきましょう。まあ火力上がったんでいくらなんでもいけるでしょう。ウーレットちょっとうざいですね、でも強いて言うなら。ただまあ言うて、17階層ぐらいでルーレットもう一回してくるんで、まあ、どうせそこで塗り替えれるんで、まあそんな問題じゃないです。はい、16階層。あ、で、この子はマジでもうさっさと突破する。さっさと突破する、マジ。この子ぐだるとやばい。3ターン後に大発狂なんで、30万ぐらいかな、飛ばしてくんで、とにかくぶっ倒す。はい。まあロックしてくれるのはいいことなんですけどね。無理だね。オッケー。はい、これでしっかりと全力コンボからの10コンボ、11コンボ、あ、10コンボか。まあでも火力は足りると思うんで全然。オッケー、ダメ無効感で倒していきます。はい。で、続きまして17階層。まあ、ここね、個人的にはもうね、シェリング打ちたいんですよね、個人的には。そう、こうなっちゃった場合、シェリング打っていいと思うんだよな。打つか、シェリング。これ先に使っておいて、シェリング打っちゃうわ。うん。で、シバダラの場合、どうせ耐久だしね、また。ここでシェリング打っちゃいます。で、マリエルか。オッケーオッケー、マリエル使ってあげて、これで倒していきましょう。あ、いや、光がいい、光がいい。それ光がいい。それ光がいい。ナイス。これなら火力絶対足りると思うんだよね。え、なんか、すげえ綺麗な10コンボ。これなら火力足りると思うんですよね。光3コンボぐらい積んであげれば。オッケーですね。ゴロしていきます。こいつめっちゃ硬いんで、ここマリエル溜まったらマリエルってのもおすすめですね。もしくは何ターンも殴り合いして突破してあげてください。で、HP10 万固定ですね。まあでも正直こっから10万固定されても全然問題はないです。3ターンなんで。で、ここもしっかりとこんな感じでコンボして突破していきます。はい。まあ、この子全然硬くないんで、光の火力で突破していきましょう。めっちゃ硬いやん。
めっちゃ硬いやん。全言撤回します。あ、まあまあダメージ無効消されるのは問題なし。やばいな、めっちゃ硬いな。さっきなんであんな簡単に貫通できたんだろう。あれあれだよね、さっきめっちゃ柔らかかったのにめっちゃ敵強くなるみたいなパターン。さっきめっちゃ弱かったやんっていう。 OK11 コンボ、これならいけるかな、さすがに。ナイス、突破していく。で続きまして19階層ですね。あー、芝だらか。だったらせやね、ちょっとあんまこの状態で貫通狙うの本当は良くないんですけど、貫通狙いに行きましょう。ダイヤ打ってあげて、カナンとダイヤで火力ぶち上がるんで、一応本当あんまこの状態で狙うべきじゃないんですけど、狙いに行っちゃいます。行きます。あ、別に耐久したらね絶対勝てる話なんで。そう、ただまあ多分ねいけると思うんだよね、火力的にも。こんな感じかな。はい、まあ9番面という感じで、はい、これで9コンボからの11コンボ。さあ火力は2億3000万からのキラー。あの皆さんはね絶対に貫通は狙いに行かないようにしましょう。貫通狙うやつはバカです。何よりねこれ10敗以下になっちゃうと発狂来ちゃうんで、そこが一番注意ですね。結構それ本当冗談抜きでやばいんで、あんま本当は削りたくないんだけど、回復しないと死ぬから全力回復。 HP 全回復よねこれ。まだいけるか。オッケーオッケー、ちゃんと回復だけしておいて。よし、危ないっすね本当に。本当にね、皆さん絶対僕と同じことはしないでください。ユーコルは基本的にバカなことをしてるんだなという反面教師でお願いしたいなと思います。はい、もうマジで倒せると思うじゃん。でもカット、なんか死にそうでやばいんで光無効感で倒していきます。柴田らは5ターン耐久してから突破でお願いします、基本的には。じゃあどうしよっかな、これ水に変えてからでいいかな。よし、ということでいきましょう。まずここ光に変えて、最後あそこに持ってくるっていうゴール地点だけ定めて、 OK、 こんな感じかな。はい、これで光無効感含め8コンボ、まあ倒せると思いますが、あの本当にこういう倒し方あんま良くないんで、皆さんはちゃんとちゃんとね、5ターン耐久してから突破してくださいって感じで、今回は烈海の化身の攻略動画でした。まあ攻略動画かっこ頭悪いプレイ動画でした。じゃあチャンネル登録高評価ぜひお願いいたします。まあそれでも勝てるからね。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。強いわこのパーティーマジで。